はい、まず初めに、昨年に引き続きファン感謝祭の言葉でジュニアの紹介をしていただきありがとうございます。選手たちは12月26日から神宮そして横浜スタジアムで大会を行いますが、このジャイアンツジュニアの選手たちが選手と同じユニフォームを着てこの東京ドームのグラウンドに立ち、そして裏では選手たちに話をしていただいておりました。このような経験ができることはそう滅多にあることではありません。本当にありがとうございます。大会に向けて選手たちが悔いの残らないようにスタッフも含めてしっかり練習してまいります。2014年以来の優勝を目指してしっかり頑張っていきますので、年の瀬ではありますがファンの皆様も声援よろしくお願いいたします。最後になりますが、この後選手を代表してキャプテンが一言挨拶します。この大接待監修の中で喋ることはなかなかない機会だと思いますので、温かく見守ってあげてください。よろしくお願いいたします。